よろしく。ちょ、ガチでやってんよ。なんなんそれ、めっちゃおもろいやん。うわ、そのやってんやんって面白いね。ええやんか、す。実はさ、俺人生一回になったら一個だけやりたいことがあって。なんなんそれ。TikTok。いいじゃん、それ。じゃあみんな一緒にやろうぜ。それありやな。やろう。じゃあなし。おっしゃ、みんな頑張ろうぜ。じゃあ名前は何にするの？あ、ヤスコピー。っていうのをやろうと思ってさ、俺の今までの人生とかさ、脳内の喜怒哀楽とか、そういうのを動画にしたいね、俺。なんやねん、それ。こいつ絶対無理やろ。確かに無理やろ。どうせ貸すやろこいつ。あー眠いしだるいな。どうせ無理やってやめとけて。俺は絶対やる。安コピー、せーの、やってんやん。はい、ということで皆さんどうでしたか。イエロー編最終はどうでしたか。もうびっくりでしょ。もうびっくりでしょ。まさかのホワイト出てきました。はい、ホワイトと黒出てきました。全キャラ出ました。はい、ついに出揃いましたね。イエロー編最終話にして、第1章完結ということでね。はい、まだこれ第2章あるんですけどね。はい、まあいろいろ考えてるんですけど、まあ、とりあえずこのね、脳内っていうのがね、まさか自販機の物語が全部脳内やったっていうね、全部ホワイトの脳内やったっていうね、このホワイトと黒の戦いというか、まあ、今後どういう風に動いていくのかっていうのが一番多分僕の動画の見どころだと思うんで、お楽しみにしていただけたらなと思ってます。まあやるとしたら、まあ年始にちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、おもろかったと思ったですか。皆さんおもろいと思いました。結構ガチで考えたんですよ、この全部構成も。だからちょっとあのよかったら本当にもうグッドグッドとあのやってください。ほんまにコメントください。あともう一回ね、あのなんか全部一気見シリーズちょっとあの出そうかなと思ってるんで、もう最初からあのブラックからバーって、もうこれが全部ねイエローまで一気に出しそうと思ってるんで、それもお楽しみに待っていてくださいっていうことで、はいって感じで、ついにホワイトが出てきましたっていう回でした。ではまた次のところでお会いしましょう。ほらね、バーン。